皆さん、こんにちは。今日は森雅子さんのことについて紹介します。まずは森雅子さんの経歴とプロフィールから紹介します。1971年、13歳の時にオーディション、スター誕生で初代グランドチャンピオンに輝き、芸能界入りすると、翌年の1972年にはデビュー曲、先生が大ヒットとなり、同学年の山口百恵さん、桜田淳子さんと共に花の中3トリオと呼ばれ、アイドル的な人気を博した。1977年3月に高校を卒業されると、同年8月にリリースした涙の桟橋より本格的な演歌歌手へと転換し、1981年7月、悲しみ本線日本海、1982年8月、たちまち岬、1983年8月、越冬つばめ、1985年7月、愛唱歌、などの名曲を次々とリリース、1985年には、NHK 紅白歌合戦で、史上2人目となる司会プラストリを務められるなど、国民的人気歌手としての地位を不動のものとされたのでした。森雅子さん、1986年には歌手の森進一さんと結婚され、芸能界を引退されるのですが、その後、離婚されると歌手活動を再開されています。森さんは1986年、同じく演歌歌手の森進一さんと結婚されています。お二人は、新一さんが立ち上げられた社会福祉活動、ジャガイモの会のチャリティーコンサートに、雅子さんが参加されたことがきっかけで知り合われ、その後、1年半の交際期間を経て結婚されたそうで、共に演歌界の大スターで、紅白歌手としても有名だったお二人の結婚は、当時、大きな話題となり、生中継された結婚披露宴の視聴率は、45.3% という驚異的な数字となっています。日本の歌謡史に残る数々の名曲を世に送り出してきた森雅子さんは、06年の芸能界復帰からほどなく、重い更年期障害、子宮筋腫、そして子宮頸がんに次々に襲われた森さんが病気をどのように乗り越え、そこから何を得たのか。彼女が直面した3年間の試練の軌跡を追ってみよう。デビュー曲、先生をはじめ、お母さん、悲しみ本線日本海、越冬つばめ、など、日本の歌謡史に残る名曲の数々を世に送り出してきた歌手、森雅子の名を、知らない人はいないだろう。森さんは86年、結婚を機に惜しまれながら引退。それから20年間、3人の男の子を持つ母として主婦業に専念していたが06年、芸能界に再デビューを果たした。復帰後もテレビに引っ張りだこで、バラエティ番組、歌番組などに毎日のように出演。その一方で、全国各地のステージに立ち、ファンの喝采を受けた。さらに、同年には女優業の方も再開し、NHK の朝の連続テレビ小説で主人公の母親役を演じて、話題になった。まさに順風満帆の芸能界復帰だったが、それとは裏腹に、健康面では赤信号が点滅するようになっていた。更年期障害によって心や体に次々と異変が生じるようになったのだ。更年期障害は、人によって症状や程度は千差万別だが、森さんの場合はかなりの重症で、慢性的な疲労感に始まって、脱力感、不眠、食欲不振、嘔吐、めまいなど様々な症状が出た。特に辛かったのは鬱だった。体がものすごく疲れるようになったので、たっぷり寝て疲れを取ろうと思っても、眠れなくて朝になってしまうことが続きました。食欲もなくなって、無理に食べると吐いてしまうんです。精神的にも引きこもりみたいになって、家にいる時は誰にも会いたくないし、何もしたくないんです。子供が、ただいまって帰ってきても、お帰りなさい、ということさえできず、カーテンを閉め切って部屋の隅で座り込んでいたこともありました。それでも仕事で一歩外に出たら自分は森雅子だっていう意識が先に立つので普通に挨拶できるし、ステージでもお客さんに悟られないように笑顔で最後までやり通してしまうんです。そのギャップがものすごく大きかったですね。
森さんが知り合いの内科医を訪ねて診察を受けたところ、更年期障害ではないかと言われた。しかし、なんとか仕事はこなすことができたので、森さんは体の不調に苦しみながらも仕事に穴を開けることはなかった。この辛い状況は誰にも言えないまま2年以上続いた。森さんは75歳を過ぎたお母さんと同居していたが、お母さんの心臓が悪く、血圧も高いことや心配性であることを考えれば話すわけにはいかなかった。人に言えないとストレスの吐け口がないため、精神的にどんどん不安定になっていく。そのため感情の起伏が激しく、日が沈むと突然涙が出てきたり、夜空の月に吸い寄せられるようにマンションのベランダから身を投げそうになったりしたこともあったという。そのような辛い状態に追い打ちをかけたのが子宮筋腫だった。更年期障害に苦しむようになって2年ぐらい経った時でした。家にいたら突然子宮から大量の不正出血があったんです。洗面器一杯分くらいもあったので、もう大変です。私はもともと貧血気味なので立っていられなくなり、婦人科の先生に見てもらいました。すると大小様々な子宮筋腫が50個くらいできていることが分かったんです。先生のお話では、一つ二つの筋腫なら閉経とともに小さくなるので放っておいてもいいけれど、私の場合は数が多すぎるし小さくなる気配もないので、早いうちに手術で取った方がいいということでした。森さんの筋腫が切除しても再発リスクの高いタイプであることと、これからの心と体のケアを考えれば子宮を全摘してしまった方がいいというのが医師の考えだった。しかし森さんには大きな抵抗感があった。やはり女性ですから、なんとか子宮は残しておきたかったんです。その気持ちが強かったので、レーザーを使って筋腫を除去する手術を受けることにしたんです。レーザー手術は子宮鏡を使って行うので、従来の回復手術に比べると体に与えるダメージが少なく、3から4日の入院で済む。森さんは昨年5月3日間入院して手術を受けることになった。ところが、さらなる衝撃的事実が発覚し、森さんを打ちのめした。手術の検査で子宮頸がんも見つかったのだ。幸いがんは子宮頸部の表層にあるごく初期のものだったので、手術で子宮筋腫を取り除いてもらうと同時に、レーザー蒸散術で子宮頸がんをレーザーで焼いてもらった。レーザー蒸散術はごく初期の子宮頸がんに用いられる治療法で、所要時間は10分程度。そのため子宮筋腫を除去するのと一緒に行われたのだ。がんの治療はそれだけだった。ごく初期のものであっても、がんにはやはり死に至る病というイメージがありますから、がんと聞いた直後はものすごいショックで目の前が真っ暗になりました。でもがんはどこにも転移していないし、がん自体もごく初期の段階なので、レーザーで焼くだけでがんがなくなると聞いてほっとしました。この治療で子宮頸がんがすべて完治するとは限らず、1割ないし2割は再発すると言われているが、森さんの場合は好意。術後もがんを疑わせる兆候は全く出ていない。森雅子さんには息子が3人います。長男はワンオーケーロックの高さんこと森内隆博さん。三男はマイファーストストーリーの博さんこと森内博樹さんです。森雅子さんの長男と三男は元ジャニーズと言われております。どのような活動をしていたのか調べてみました。ちなみに智博さんは芸能界に一歩も足を踏み入れておりません。三男の博樹さんは現在マイファーストストーリーの博さんとして活動中です。1994年1月25日生まれ。博樹さんが高校3年生だった2011年8月、ロックバンドマイファーストストーリー結成。ヒロ名義でボーカルとして活動を始めました。高校卒業後は大学などに進学はせず、芸能活動に専念しています。その後2021年1月20日にカバーアルバムシングエストをリリースし、ユニバーサルミュージックからメジャーソロデビューを果たしました。タカさんと同じくヒロさんもジャニーズに所属しておりました。入所したのは2002年12月のことだそうで、当時は最年少のジャニーズ JR として話題を集めたのです。
タカさんと同じテレビ番組に出演したこともありましたが、しかし2005年に退所しています。退所の理由は明らかにされていません。タカさんもヒロさんも2005年にジャニーズを退所しています。ご両親が離婚したのも2005年のため、多感な時期に家庭内のごたごたが影響したのかもしれません。タカさんは学業に専念すると述べつつも、高校を中退しています。両親の離婚が退所のきっかけの一つだったのかもしれないですね。そのタカさんとヒロさんですが、現在バンドで大活躍中です。ヒロさんはソロデビューも果たしました。タカさんの英語力は高く、現在ワンオクはワールドツアーを行うほどの実力なのは皆さんもご存知でしょう。またヒロさんも若い世代を中心に人気を集め、全国ツアーも開催されるほどです。そして2023年11月14日、東京ドームにてワンオクとマイファスの対バンライブが開催されます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。